こんにちは。このチャンネルでは、アメリカでウーバードライバー、あるいはウーバーイーツで働いてみたいという方に情報をお届けしております。今回はアメリカでウーバードライバー、ウーバーイーツで働こう、初回登録編、自動車保険についてということでお送りいたします。あくまでこれは、最後皆さんで調べていただいて、保険がどれだけ適用できるのかとかっていう、リスクの判断をして、やっていただきたいんですが、まあ、あくまで参考までに、皆さん気になると思うんですね。ウーバードライバーをやろうとかって思うときに。何気になるって、事故したときに保険ってどうなるんですか？誰がどれだけ弁償するんですか？というのが、ウーバーのホームページに書いてあります。ですね。まあ、お住まいの、州のウーバーのページ。で、Learn about vehicle insurance 書いてあるんで、押します。で、Auto insurance to help protect you って書いてあります。で、つらつらっと書いてある。まあ、簡単な英語なんで、まあ、この原文のままで見てもらうんですか。まあ、一応。ウーバーに加入するときには、必ず自分の個人の保険に入ってなきゃいけないんですけども、まあ、そこの理由も、これではっきりします。これ、ウーバードライバーですね。イーツじゃない方の保険。まず、オフラインの状態。まあ、オンラインにしてなくて、要するに、ウーバードライバーの待ちになってなくて、まあ、例えば休憩してるとか、まあ、そういう時に事故を起こした場合は、ウーバーとは関係なくて、自分が入っている保険会社の保証内容が適用されます。で、お客さん乗せてないです。あるいはお客さんのもとに向かってないです。だけど、ウーバーアプリをオンラインにして、待ち状態、流しの状態になってますと。いうときにはどういう保険が適用されるかというと、ウーバーは対象となる事故の場合に備えてお客様に代わって自動車保険を維持します。だから、ウーバー側の保険が適用されるようです。で、1人当たり5万ドル、1事故当たり10万ドル、事故ごとに2万5千ドルの、物的、損害が、保険適用されるそうです。じゃあ、お客さん乗っけてる場合、あるいはお客さんからリクエスト来て、そっちに向かってる時に事故を起こしたらどうなるかというところなんですけども、100万ドルの、第三者賠償責任。だから、日本円で換算すると1億4千万。で、無保険、過少保険の運転者障害及び、第一、傷害保険で、不測の包括的および衝突、2500ドルの免責で、車の実際の現金価値まで。だから、2500ドルは免責なんですけども、実際の、車の価値まで、保証されると。で、配達員も一緒です。ウーバーイーツもオフラインは自分の保険ですよ。リクエストの待ち状態オンラインにしたら5万ドル、10万ドル、2万5千ドル。で、配達リクエストがあった。ピザ配達してくださいって言って、ピザ屋さんに向かってるとか、ピザ受け取って、お客さんのところに向かってる。最中に事故を起こしたら、100万ドルの第三者賠償責任とか、あと、2500の免責で実際の車の現金価値までとかっていうところで、あとなんかちょっと書いてあるんですね。ニューヨーク州で発生した事故を除く。だから、州ごとにちょっと微妙な内容があるんでしょうね。だから、これはちゃんとご自身で責任を持って確認すると。ただ、Uber としては、オンラインの状態とか、お客さんを乗せてる状態とか、食べ物運んでる状態とか、あるいはそういったリクエストが入って、向かってる状態で事故を起こしたときには、まあ、何らかの、まあ、保険を適用する気でいると。実際払われるかどうか分からないですけども、まあ、気でいるというのは、
まあ、確かなようです。で、第三者賠償責任とか、無保険、過少保険というのは、下の方に書いてありますね。ご自身で、責任で、確認してください。保険の、セクションについては以上で終わります。